分子には現在分子と過去分子の2種類があったよねそしてこの分子っていうのは形容詞としての働きがありました今回はこの形容詞としての働き以外のもう一つの働きを見ていきたいと思います実は分子にはもう一つ働きがあるんですそれは何かというと副詞って何だったっけ うん、これは形容詞を修飾したり副詞自身を修飾したりあるいは説とか文を修飾するものだったけどそういう働きを分子は持つことができますそしてこの働きをしている時には単に分子と呼ぶんじゃなくて分子構文というふうに呼ばれていますでこの分子構文の時ね副詞として働く分子っていうのは主に説を修飾していきますじゃあ実際どういうふうに使われているのか文を見ながら確認していきましょうはい 分子古文まずこんな文です。まず一旦この分子古文章文忘れて普通にこの文を今まで習った文法を使って英語にしてみたいと思います。そうすると前半「公園を歩いていると」っていうのは接続詞の「when」を使って書いていけそうだね。「when I」主語「i」にしようかね。「when I walked in the park」 こ,んな感じここまでで公園を歩いていると公園を歩いている時にの部分が書けました。で後半ねきれいな花が見えた。I saw beautiful flowers。はいこれでこの文完成です。When I walked in the park, I saw beautiful flowers。公園を歩いているときれいな花が見えましたという文を作ることができました。ここまでは今まで習った文法だったね。 じゃあ今度この文を分子構文を使って同じ意味のまま書き換えてみたいと思います。どうするか。まず最初この文の中に節が二つあるのわかるでしょうか。この when で始まっている節と I saw、so、beautiful flowers の後半の文ね。これ前半と後半で両方とも一つの文の形を持っています。だけどかまで区切られているから文ではないね。それぞれはね。こういう形を節と言います。 でこの2つの説のうち今回一番伝えたい方「主節」の部分っていうのはどっちかっていうと、うん、後半だよねきれいな花が見えたよっていうのが言いたいことですでそれに条件を付け加えているっていうのが前半のウェンで始まっている説ですなので主節・従属節っていう言葉で書いていくと前半が従属節「従」と書いておきますで後半が主節 一番伝えたい内容だ、ね、主な内容を言っている部分だね。でこの分子構文っていうのは主節じゃない方従属節の方こっちを分子を使って表していきます。どうするかというとこの従属節に入っている動詞を分子に変えてあげます。今回は歩いているとなので現在分子に変えていきます in the park。こういうふうに変えていきます。 この接続詞はもう省略しちゃうのを忘れないようにしてください。Walking in the park。で、あとは一緒。I saw beautiful flowers。こういうふうに書くことができます。Walking in the park. I saw beautiful flowers。これでやっぱり公園を歩いていると綺麗な花が見えたという文を作ることができます。これが分子構文と呼ばれているものです。 今回ここのウォーキングのところに分子を使いました。で、分子の塊はウォーキングエンドパークとこれ全体だね。これ全体が I saw beautiful flowers ってさっき主節だった部分を修飾している、まあ、情報を付け加えているね。なので節を修飾しているので、これ自体は副詞の働きを持っているということがわかります。ここまでが分子構文の作り方でした。 で今回、この分子構文を作ってみたんだけど、分子構文を使うときには、実はポイントがあります。3つあるんだけれども、まず1つ目は、はい、これ、主語が同じということです。主節と従属節とで、主語が同じだよっていうのが分子構文を使うときのポイントになっていきます。今回見ていくと、英語で見ると、前半の主語、I だったね。I saw beautiful flowers 後半も I、両方とも私が主語でした。 今回主語が揃っています。なのでそれからポイント2つ目はい2つ目は今回の文で言うと公園を歩いている時間というのときれいな花が見えた時間っていうのは同じ時でね公園を歩いている時にきれいな花が見えたんだもんねなので今回この2つ目のポイントもクリアされている。 で3つ目は今までと同じです。ほにゃららしているであれば現在分子ほにゃら,らされたなら過去分子を使うよというところです。今回公園を歩いているだったから現在分子を使いましたちなみに今回「When I Walked in the Park」ってこういうふうな形で考えたけどこの部分が仮に進行形で書かれていてこうなってたとしてもね「When I Was Walking in the Park」だったとしてもやっぱり「している」という意味は変わらないから。 結局同じ形になります。Walking in the park って分詞構文にしたら同じです。大丈夫かな？大事なのは最初の2つ、主語が同じだよっていうのと時間が同じだよっていうのがしっかり揃ってないと分子構文使えないよっていうのが大事なポイントでした。ではこの分子構文の形、もう少し別の文でも確認していきましょう。はい、今度はこんな文です。シンプルな英語で書かれているのでこの本は読みやすいと。これを分子構文を使った文にしていきましょう。 まず今回もこれ前半と後半に分かれているけれども一番伝えたい部分「主節はどっちでしょううんこれはこの本が読みやすいっていうのが言いたいんだよねでその理由が前半に書かれていますでも大事なのはこの本が読みやすいって部分だねこっちが主節で分子個文を使えるのは主節じゃない方こっちの従属節の方でしたなのでここを分子個文を使って書いていきますじゃあまず書いていくにあたってポイントを確認しとこうか じゃあこの前半シンプルな英語で書かれているのでっていうのは主語は一体何でしょうちょっと日本語だと分かりにくいけどこれ主語本だよね。本この本がシンプルな英語で書かれているって言っていんだよね。で後半も同じ。やっぱりこの本が主語なので主語 OK。で次時間も見ます。えー、後半のこの本は読みやすいっていうのは分かりやすいのよ。これはまさに現在のことでね今この本は読みやすいって言ってるんだもんね。 で前半です。シンプルな英語で書かれているのでこれはいつの話でしょう、うん、これ書かれたのは過去だから過去って思うかもしれないんだけどでもパッと今本を開いたら「あシンプルな英語で書かれてる」って言ってるんでね。ということは、まあ、現在と考えてもよさそうです。日本語でもね「書かれた」じゃなくて「書かれている」って現在形になっているのでこっちも現在の時間と考えてよさそうです。 ということは今回もこの前半と後半時間が同じと考えてよさそうですあとは分子どっち使うかだけ考えていきましょうそうすると今回動詞は書かれているの部分だね書かれていると受け身なので過去分詞を使っていきましょう written in simple English この本は読みやすい This book is Easy to read. to こんな文になりました。Written in simple English, this book is easy to read. これでシンプルな英語で書かれているので、この本は読みやすいという意味の文を作ることができました。今回使ったのは過去分詞だったね。written。で、過去分詞の塊、分子空がこの全体。written in simple English。で、この部分、分子区の部分が 後半主節の部分を修飾している節を修飾しているのでこれが副詞として働いている分子構文だというのがわかります。大丈夫かな。ちなみにさっきもそうだったんだけどこの分子句の一番最後ここにカンマを置いてるよね。これ国とか人によってはカンマ書かない人もいるようです。イギリスとかだとね書かない時もあるそうです。 ただカマあった方がねここまでが分子区だよって分かりやすいのでみんなは書いておくといいと思いますそれからこの分子今回はこの文の頭に置いていたけどこれこの文のお尻に持ってくることもできますはいこんな感じねさっき文の頭に置いていたこの部分分子の部分を文のお尻にくっつけても OK この時にもやっぱりカンマをつけて、コカラ文ってわかりやすくしておきます。この文だと、この2つ目の語順というのはあんまり使われないかもしれません。1個目の方がね文の意味取りやすいのでわかりやすいんだけど、ルール的には、この文章というのは、頭に来てもお尻に来ても OK。あとは文の途中に来ても OK です。例えばこんな感じ。This book, written in simple English, is easy to read. こういう風に書くこともできます。やっぱりさっきの塊。この塊は崩しちゃだめね。ここは崩しちゃだめだけど、この塊自体を文の途中にカンマカンマで挿入してあげることもできます。あ、くまでね、これはルール上可能だよっていう話で、え、一体、分子句をどこに置くかっていうのは、日本語と同じ場所に置いてくと、お、一番わかりやすいんじゃないかなと思います。今回であれば、シンプルな英語で書かれているので、で、日本語でも前半にあるので。 英語も前半に置いとくのが一番読みやすい語順になるかなと思います。ここまで分子構文の形について見ていきました。ちなみに今回見ているこの分子構文っていうのは口語会話の時にはあまり使われません。文語書き言葉の時によく使われる表現です。なので、小説とかそういう文章を読んでいると結構たくさん出てきたりします。なので、形としてはこういう形だよというのをしっかり押さえておきましょう。